ペディウスはプレブス出身の共和制ローマの政治家、軍人。ガイウス・ユリウス・カイサルの親戚で、紀元前43年に補充執政官を務めた。カピトリヌスヌ・ファスティによると、ペディウスの父のプライノーメンはマルクスであるが、祖父の名前は不明である。これは、庶民階級であった、ペディトゥス家がパトリキ階級のユリア・カイサルの姉マイナスが、 身分違いの結婚をしたためと思われる。スエトニウスによれば、クイントス・ペディウスは、ユリアの孫にあたる。しかし、これは、世代的に考えて疑問が残る。ペディクスの経歴から考えて、彼が生まれたのは、紀元前88年以前と考えられ、だとすれば、カエサルとは12歳しか違わない。従って、おそらくペディウスは、ユリアの息子で、カエサルの甥いにあたると思われる。 二度目の結婚で、ユリアは、リキウスピナリアと結婚している。その息子あるいは、孫がいくつかの記録で、ルキウスピナリウススカルプスとされている。スカルプスは、ペディウスの老い、または、同福の兄弟ということになる。ナポリ国立考古学博物館のカイサルの教像二世紀初頭。ペディウスは、ガリア戦争に、カイサルのレガトゥスとして参加している。 紀元前57年の記録には、彼がカエサルのために、ガリア・キサルピナで2個軍団を重募したことが、記されている。ベルガエでの敗北後、ペディウスは、ルキウス・アウルンクレウス・コッタと共に、騎兵部隊を指揮している。紀元前55年には、アゼチカンの選挙に立候補したが、カエサルの支援があったにもかかわらず落選してしまった。カエサルとグナエウス・ポンペウスとの戦争が始まると、 ペディウスはカンパニアに赴き、おそらくカエサルとキケロの間を仲裁を試みたと思われる。キケロが親友ティトゥス・ポンポニュース・アッティクスに宛てた手紙の一通にはカエサルからペディウスへの手紙が引用されており、ブルンリシウム包囲戦の様子が伝えられている。紀元前48年、ペディウスはイタリアに泊まっていたが、法務官に就任していた。ティトゥス・アンニュス・ミロがルカニアで ポンペイウスのために放棄すると、ペディウスは一個軍団を率いて、これを鎮圧し、ミロを処刑した。その後、ペディウスは、失政官代理として、ヒスパニアウルテリオルの属州総督として赴任した。しかし、ヒスパニアでは、ポンペイウスの息子将ポンペイウスを中心に、ポンペイウス派が勢力を増し、カエサル派を上回った。ペディウスは、クイントスファビウス・マクシムスと共に、 カエサルの主力軍が到着するのを待ってポンペイウス派と戦い勝利、ローマに戻って凱旋式を実施している。カエサルの死後、ペディウスは、紀元前45年9月14日付の遺書により、カエサルの遺産の1、8を継承することとなった。後に、それをオクタヴィアヌスに譲り、彼の支援者となった。ローマでは、元老院派とカエサルの部下で、失政官、 マルクス・アントニウスが妥協していたが、やがて両者は仲違いし、アントニウスとマルクス・アイミリウス・レピルスは国家の敵とされた。紀元前43年の失政官、アウルス・ヒルティウスとガイウス・イビウス、パンサ・カエトロニアヌスはアントニウス軍と戦うが、共に戦死した。紀元前43年8月、オクタヴィアヌスは軍をローマに向かわせ、 正規執政官二人が4月に戦死していたこともあり、自身が補充執政官に就任し、ペディウスも補充執政官となった。この職権をもって、ペディウスはカエサルの暗殺者とそれに関わった人物を罰する、ペディウス法を制定し、アントニウスとレッピドスに対する国家の敵宣言を無効とした。また、自分の部下といとこをアントニウスの下に派遣している。 これをきっかけにアントニウスとレピドスは、オクタヴィアヌスと和解し、第二回三党政治が開始される。ペディウスは、大量の殺害が行われることを恐れ、プロスクリプティオリストを17人に限り公開した。三党政治の真の意図を知らなかったペディウスは、これが唯一のリストであると宣言した。しかし、その後すぐに、ペディウスは死亡した。アッピアノスによれば、彼は、 一晩中虐殺の始まりを恐れる市民たちに前触れを行い、そのために過労死したという。実際にはプロスクリプティオには2000人が記載され、その多くが殺害された。ペディウスはバレリウス・メッサルタ家の女性と結婚していた。おそらく彼の息子は紀元前41年の記録にある同盟の財務官である。ありがとうございます。